はい、お待たせしました。それでは、本日の GWB やっていきたいと思います。一組目はマイスターラムダ対新三人なのか、長谷川肌馬なのか、あ、やべ、正体言っちゃった分かんないです。あの、狭間も使える新さんという方かもしれないんで、長谷川の名はね、あの仮の名前なんで、2代目長谷川かもしれないですね。はい、マイスターラムダ対新三人となります。本日の GWB1 組目です。じゃあどっちも黄色から、マイスターはなんかトランの5音あたりか、赤カラーから黄色カラーになりましたね。さあどういう心境の変化なのか、単純に推しキャラがイメージカラーなのかというところですけど、いやでもな、三好かりんは黄色じゃなかった気がするんだよな。どちらでは赤、ピンクでしょ、で、青の子でしょ、でお姉さんがマミさん的な位置で黄オレンジで、妹は緑でみたいな印象なんですけど、さあなことはどうでもいいとして、ジンが押しております。押し返しております。さあ、ダッシュ、どっしょいか、ダッシュ、おお、あそこまでやっておきながら倒しきれないのか。しかしこちらも 3C ヒットワークリングができない。飛び越えていくが、なんと画面見ないしゃがみし、これが当たらず、使ったところにコンボを入れて、審査の陣が一方転手。さあちょっと動きがお互い大会後の割には硬いですけど、先に先手を取るのはどちらかというところ。おお、即バースト、やる気満々で 4D かな、これは空中出しに確定してましたね。 EA が対空できない。ダッシーカウンター、たじじ突走源から、さあ安いが旋回重視か。さあ前へブンブンして、まずは新さんの陣が先制です。前回と同じね、前回は先週、そうだね、先週ですね。確かに前回と一緒、ここから5連敗したのが、まだ動画にはなってないかもしれませんが、前回の GWB でしたが、果たして先週と同じ鉄を踏まずにいけるか。ここまでは一緒です。新さんの陣が一勝で、まず先制。4D トールがシングルガード。さあこれ斜め上まで結構出てるんですけど、それでもダメか。ラムダの FC がお強い。オリガド飛び越えて、あー危ない。今のは被弾戦じゃなくてよかったですね。条件で助かった。前へ結構ブンブンしてるんですが、うまく当たってくれない。ラジリー空中ヒットだが、あ、なに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 、いろいろあって安く済んでいる。スパイク、スパイク、条件が見えたが、今聞こえたが、ここはラムダが取っていきます。まあ外幕 2B だ、ガンダッシュ 2B、 8B は OD でかわしてきて、おっとテイククレニー、これは持続ちょっと迷ったが、
そうなんですかね、今内側だったから夏日が当たるかなというところでしたけど、まあまあ安牌のいい絵。オーディーしてね、そこで色気出してこうカウンターでもらってフルコン食らってオーディー終了とかでも当てられない。ログビー、これはバースト間に合う。さあこうなると盤石ですね。勢いよく当たる 3C が当たって、おや、この流れは1-1 です。まあまあまあ5試合選手ですゆえね、まだまだこれがいろいろ変わる可能性はありますよ。いきましょう、第3試合です。マイスターラムダ対新三人。The wheel of fate is turning. Rebel One, action. 危ない。危ない。ちょっと今日サマラの使い、あの振り方が雑ですね。マイスター。技の振り方が全体的に雑ですが、これは先週以来ブレイブルーやっていないという状況なのか、それともというところ。まあ強気とも言えますけどね。バイク先端ガード。さあやはりちょっとバリガーの消費量が多いのは陣川、頭使ってた時の名残なのか、神社になっていますね。あっとここは立ち入れさせない。2連走は空を切ってしまいます。さあ 50% なくても 25% あればね、中間距離から超絶リターンを取れるのが陣のいいところなんですけども、ここはまだちょっと慣れてない感じというか、 B ボタンを先行して押してしまうのがありますね。さあ、これはよくあるこのその2B 当たるのみたいなシーンあるある。ここはしっかり決めていきます。何何どういうこと、決めてないけど、ジャガビー立ち B 石化陣締めを狙ったのかな。さあ端までご招待されてしまって、これは重なっていないスパイクチェイサー。重なってればゼロフレイクカズで確定していましたが、重なってませんというところで、まあワードが狙ったかは分かりませんが、マイスターラムダが2勝。おやこれ見たことあるよ、デジャブですね。いやいや、言うても6試合やって結果がね、まあラウンドまでは細かく見てないですけど、そうですね、前回は3試合目で 2-1 でしたからね、前回とはすでに違う第4試合目。遅れていく、マジガンター、ボディしてしっかりダジビーの使いに立ち入れてきます。 4D ガード、最後ガードしてシックルを飛び越える。これはジャンプ B が早かったか、ガンダッシュしていくが XC が出さずにそのまま投げ暴れが通る。すごいテイク、ヒヨコが出てものすごいテイクでしたね今一方選手したのはラムダ。さあ6連対空が猛威を振るっております。
ガムダが2ラウンド目もウォークリード、この重力から逃げをするところをね、空中ダッシュに ED が挟ってっていうのはガムダの非常に良い流れ、勝ちパターンです。さあ、シャガバンナ暴れに支配していく。どうする、どうした、ここはゲージ入っていきますね。単身指導なんで減ります。単身成果から移動起き上がり通すが、ここはオーディー使っていく。さあ、言ったっぽいがちょっと妥協したか。これはむしろ肥沃につないでいればというところがあったが、中段ボール。さあ EA はね、倒しきりには向かないということで、3-1 です。トラウマが蘇ってくる。トラウマ言うても先週の出来事ですが、どうでしょうか。第5戦目、面白く The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action。ジョージダジリからのコンボを決めて、スライディング、なになにラムダが踊っていますけど、味が抜けられない。シックルはディレイ起き上がり、あーっと降りたところに 4D が置いてある。一本選手したのはラムダ。開幕3試合 6D と GD とバンバン入ってきて 6D、 おーっとこれはうまく暴れていく。さあ、シラーの編集してゲージがいっぱいあるラムダ。危ない危ない危ない。よし、うん、シックル飛び越えてワンチャン来たぞこれ。ここはカラミティガードしていく。危ない、タチに刺さった。オーディー中なんでバリエまで当たっちゃうということで、勝利したのはマイスターラムダ、4勝でリーチ。やばいねこれ。まあ一つアドバイスをするとですね、画面端で目の前に重力貼られてる時にね、毎回飛んでるんですけどね、ジンには届く技があるんですよ、その距離でも。そこで押し返せるわけですね、飛ばなくても。っていうことだけ一応言っておきましょう。 4-1 マイスターリーチだが、マイスターはどうやらジンと変化が多いですね。ミハヤとかもそうですけど、ディジャイク
なになに予想は高圧なのかなのか分かりませんが、そう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 、何かとは言わなかったけど確かに分かりましたね。おはー、ロケ立っている、素晴らしいガード、一本選手したのはラムだ。レベル2アクション、ちょっとシックルまだいかがって、うまく飛び越えてくる、うわーっとこのログビーは化けっぽいが、これは高すぎましたね、拾いが。しかしもう一回ロックへ、さあロック A 対空をどうにかしない限りはというところです。これ対空系ですね、2D にしろ 6A にしろ、この辺がまだあれか、 6A です。三早さんの時にも言いましたけどね、 6A にやられすぎなんですね、みんなね、確かにジンは上から被せるのは強いんですけど、地上も別に弱いわけじゃなくて強いんで、そこをうまく散らしていかないとラムダ側は上だけ見とけば安定みたいになってしまうのがポイントでしょうかね。